時代物の映画やドラマを見ていると、殿様の刀を手に持ちながら控えている若者がいますよね。あれは小姓と呼ばれる武士でした。有名どころで言えば、織田信長に仕えた森蘭丸がそうです。若くて可愛らしい印象がありますよね。しかし小姓とは一体どんな役割があったのか、教科書やメディアで詳しく語られることはありません。実はその実態は非常に興味深いものでした。そこで今回は小姓には一体どんな役割があったのかを解説したいと思います。小姓を初めて採用した戦国武将とは、まずは小姓のルーツについてお話ししていきましょう。実は平安時代以降、寺院では雑用や身の回りのお世話をする稚児という少年僧が使えていました。また食事の時間を知らせる活食というものもいたようです。貴族の間でも年端のいかない少年を召使いにする習慣がありました。ちなみに稚児は雑用のほか夜のお相手をすることもあったのですが、これには無理やり取ってつけた理由がありました。そもそも厳しい戒律の下では、僧侶が生身の人間と交渉を持つことは禁じられており、もしこれを破れば悟りを開くことができないとされていました。しかし僧侶といっても人間ですから、性欲を抑えることはできません。そこでとんでもない抜け道を作ったんです。それは稚児勘定と呼ばれる儀式でした。勘定とは悟りを開く秘宝を授けることを意味し、いわば仏に近づくための通過儀礼です。つまり勘定を施すことで、人間ではない存在と無理やり解釈し、稚児と交渉を持つことを正当化したわけです。このような文化は貴族へ広まっていき、やがて武士の世を迎えます。鎌倉から室町時代には、男性同士の結束を大切にし、主君への服従や絆を深めるという機運がもてはやされ、それが主従的な精神の結びつきとなりました。やがて仏教文化として根付いていた稚児勘定は、形を変え、武家社会へと伝わっていきます。それが主君と小姓の関係性でした。ちなみに室町幕府の三代将軍、足利義満が初めて小姓を取り入れました。諸大名の子息たちを人質代わりに手元へ置き、身の回りのお世話をさせたそうです。また有能な者やお気に入りには相応の地位を与え、取り立てることも頻繁にありました。義満以降、そばに小姓をはべらせることが一般的になり、歴代の室町将軍も礼に倣って小姓をそばに置いています。しかし時にはそれが仇になることもありました。六代将軍足利義教は父親の義満に倣って強権的な政治を進めていました。守護大名の内情へ介入したり、あるいは騒乱をけしかけて目障りな大名を消したりなど、なかなか悪逆を極めた将軍だったようです。そんな義教のお気に入りだったのが赤松貞村という小姓でした。彼は容姿端麗で、おそらく義教とは難色の関係にありました。あまりに貞村が大事にされたことで、世間ではこのような噂が立ちました。どうやら播磨の守護を光助様から貞村様へ告げ返るらしいぞ。当事者の光助はこの噂を信じ、ついに義教を殺めてしまいました。小姓に肩入れしすぎて、義教は将軍でありながら悲惨な死を遂げたのです。多忙だった戦国時代の小姓たち。戦国時代になると、小姓の役割は明確になりました。まず基本的なお仕事といえば、殿様の身の回りのお世話でした。朝の決まった時間に殿様を起こし、体を拭いて着替えをさせます。それから髪を結い直したり、髭の形を揃えるなど、殿様の身だしなみを整えました。当時の殿様は自分で爪を切ることもありません。それらもみんな小姓の仕事です。ただし髪や爪を切った後、ポイッと捨てるわけにはいきません。きちんと土に埋める必要がありました。なぜなら迷信深い時代ですから、誰かが殿様の髪や爪を手に入れて、呪詛する可能性があります。小姓が殿様のそばに仕えている以上、危険は少しでも取り払う必要がありました。ちなみに戦国時代の小姓の場合、身分によって多少なりとも格差があったようです。まず殿様の嫡男が幼い頃に遊び相手となるおとぎ小姓、それから元服前の若い者がつく小御姓、彼らが殿様のお世話を担当し、時には夜の相手をすることもありました。そして最も身分が高い大御姓です。これは殿様のお世話というより、家臣との連絡や文書の発給などを任されていました。また小姓には殿様のボディーガードという側面があります。例えば殿様が外出する際、小姓は二人一組になって左右の警備に当たりました。もし敵が大勢いた場合、小姓がしんがりとなって殿様を逃がす段取りになっていたようです。
さて、それ以外の平時であっても小姓は多忙でした。様々な書類の処理や公文書の発給を担当したほか、書状を読んで殿様へ取り継いだり、あるいは殿様が出す書状に間違いがないか、行き違いがないかを確認することも小姓の仕事でした。まだまだあります。命令がきちんと執行されているか確認する検使役として出張したり、城を作る際には奉行人として采配を振るったりもしました。時には主君の直轄領の管理も任されたと言いますから、それこそ目が回るほど忙しかったことでしょう。いざ合戦の戦場でも小姓の役割は決まっています。殿様の盾になることは当然で、その身を犠牲にする覚悟が求められました。また部隊へ細かく指示を出す使い番の役割も果たしたと言います。ただし身分が低い小姓の場合、その日常は厳しく監視されていたようです。許可なく外出できず、仮に城の外へ出ることができても、絶えず監視人が見張っていたそうです。あるいは頭巾で顔を隠し、誰だかわからないようにしていました。また小姓でいる間は、実家にも戻れず、ひたすら奉公の日々を送るしかありません。もちろん監視するには理由があります。殿様のそばに仕える以上、機密を耳にすることもあるでしょう。しかし、年若い小姓ですと、ついつい気が緩んで、機密を漏らしてしまうかもしれません。だから監視の目を厳しくし、たとえ家族であっても気安く会えないようにしたわけです。小姓になるのが出世への近道だった。戦国時代、主に小姓として抜擢されたのは、重臣の子供や国衆と呼ばれる在地武士の次男、三男などでした。これには人質という意味合いもあったようです。また殿様のそばに仕えることで、将来的に出世をつかむチャンスとなりました。ここで小姓から一角の武将へ出世した人物を紹介しましょう。まず武田四天王として名を馳せた春日虎綱です。実は虎綱の出自は下位の農民だとされています。両親を亡くし、姉夫婦に土地や屋敷を奪われた虎綱は、やがて武田信玄の小姓に抜擢されました。当時の武士と農民の境界線は曖昧ですから、何らかのつてがあったのかもしれません。ちなみに虎綱は美少年だったらしく、信玄もその容姿に惚れてしまったのでしょう。虎綱との間でこんな手紙のやり取りをしています。わしが弥七郎に言い寄ったことは認めるが、断られて何もしなかったから安心してくれ。もちろん弥七郎に夜の相手をさせたことも今までなかったし、これからもないだろう。もしこの手紙が嘘だったら、神罰を受けても構わない。弥七郎とは、虎綱と同じ小姓のことで、焼き餅を焼いた虎綱をなだめるために手紙を出したんです。いわばラブレターですね。二人が難色の関係にあったのは間違いありません。しかし虎綱は、単に美しい優男ではありませんでした。戦場では部隊を率いて勇敢に戦い、とりわけ上杉謙信との合戦では、際立った式ぶりを見せ、上杉勢を抑え込んでいます。おそらく信玄は、虎綱の能力を見抜いたからこそ、重臣に抜擢したのではないでしょうか。そして小姓から出世したもう一つの事例は、15歳で徳川家康に仕えた井伊直政です。直政は幼い頃、女の子と見間違えられるほどの美少年で、本来男色など好まない家康が一目惚れするほどでした。おそらく相当な美貌だったのでしょう。また聡明かつ武芸の腕も立つため、すぐに家康のお気に入りになったようです。直政は戦場で無類の強さを発揮し、井伊の赤鬼の異名を持つほどでした。徳川四天王の中では一番の出世を遂げ、彦根30万石の大将となりました。出世する小姓に共通するもの、それは主君から寵愛を受ける美しい容貌とともに、信頼を得るに値する能力を持つことです。そういう意味では、春日虎綱も井伊直政も、初めから優れた資質を持っていたに違いありません。また、その能力を開花させた信玄や家康も、やはり人の力を見抜く天才だったのでしょう。主君から憎まれた小姓の末路とは、しかし小姓になったとしても必ずしも出世できるとは限りません。むしろ場合によっては憎まれることもあったようです。そんな事例をご紹介しましょう。織田信長の小姓といえば森蘭丸が有名ですが、彼の末の弟も一時期は信長の小姓として仕えていました。しかし程なくしてクビになっています。その理由は彼があまりに乱暴者だったからです。1582年の春、その小姓は、とある同僚にちょっかいをかけられたことに腹が立ち、持っていた扇で頭を思いっきり叩きました。
これを見た信長は、こやつはまだそば使いするには早い、即刻母の元へ返せと激怒、すぐに美濃へ戻されてしまいました。しかし世の中は何が幸いするか分かりません。その3ヶ月後に本能寺の変が起こったことで彼は命拾いしたのです。そしてもう一つは上杉謙信に仕えた小姓の話をご紹介します。謙信から信頼されていた彼はまさに将来を嘱望された存在でした。しかしある時出陣していた謙信が帰国すると彼の姿がどこにも見えません。他の者に尋ねてみると謙信がいない間に無断で出陣したというではありませんか。しかも勝手に敵陣へ突撃した挙句戦死したというのです。これには謙信も落胆するのかと思いきや実は真逆でした。烈火のごとく怒り出したそうです。自分に無断で出陣したのは言語道断であり、しかも討ち死にするとは恥知らずもいいところだ。怒りの収まらない謙信は奴の振る舞いは家族にも責任があるとし、彼の一族を追放処分にしてしまいました。さらに亡骸をわざわざ掘り起こし斬首の上獄門にかけたといいます。謙信がこのような所業に及んだのはやはり正当な理由があったからでしょう。自分の側近であっても軍律を破る者は容赦しない、あえて見せしめにすることで家中の引き締めを図ったのです。小姓出身者が活躍した江戸時代、江戸時代になると小姓は主に将軍の身辺警備や雑用が主な仕事になっています。人数は平時で20から30人もいたらしく、様々な業務に従事していました。例えば朝決まった時間に将軍を起こす役目だったり、あるいは将軍が入浴する際に体を洗う係、また将軍が大奥へ渡らない時には囲碁などの相手をしたそうです。ちなみに小姓として抜擢されるのは譜代旗本など家柄のしっかりした美少年が選ばれました。ただし将軍の怒りに触れてお家断絶となっては困るため、家を継ぐ長男ではなく召し出されたのは次男以下が多かったそうです。小姓たちは絶えず将軍のそばで仕えているため、学問や政を学ぶ機会も多かったようです。また将軍のお気に入りになれば、重要なポストに抜擢されることも珍しくありません。小姓出身者が政治を動かすことも、江戸時代ではあり得ることでした。例えば、春日の局を祖母に持つ堀田政盛は、三代将軍徳川家光の小姓として仕え、1626年に小姓組の番頭になるや、トントン拍子に出世しました。その後も家光に深く寵愛され、わずか10年足らずで老中まで上り詰めています。また五代将軍徳川綱吉の小姓だった柳沢義康は、藩士の身分から抜擢を受けて幕臣となりました。やがて蕎麦用人になると、大きな権勢を握り、政治を思いのままに動かしたそうです。さらに極めつけば樽間意次でしょう。父親は足軽だったものの、まだ部屋住みだった徳川吉宗に登用されて旗本へ出世。そして吉宗が八代将軍に就任すると意次も将軍家に仕え、吉宗の嫡子家重の小姓になっています。やがて家重、家春の将軍2代にわたって権勢を握り、樽間時代という全盛期を築きました。このように才能と運さえあれば、小姓であっても立身出世が夢ではない時代だったんです。戦国時代および江戸時代の小姓を見てきましたが、基本的な役割はさほど変わりません。主君に関わる日々の雑用をこなし、いざという時は身を挺して守ることが求められました。現代でいうボディーガード、 SP のようなものですが、私生活で主君と近しい分、そこには特殊な主従関係があったのではないでしょうか。それが難職であれ、本人自身の才能であれ、出世のチャンスは他の家臣たちよりも高かったことは間違いありません。名の知られた武将ほど実は誰かの故障だったというのは意外に珍しいことではないのです。今回の内容は以上です。いつもご視聴いただきありがとうございます。よかったら高評価やチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。それでは良い一日を。